ホラーゲーム好きの皆さん、こんばんは。今回はライオット・オブ・ウィリーという最新作のホラーゲームをやっていきたいと思います。こちらのゲームですね、ウィリー博士という人が、ある場所で、人をね、怪物にしちゃう、モンスターにしちゃう実験を行っているみたいですね。主人公はその秘密を暴けるのか、そしてその部屋から脱出できるのか、そういったホラーゲームになっているみたいです。今回はチャプター1ということで、どこまで話がいってるかは分かりませんけれども、どういうストーリーかも分かりませんけど、とりあえずやってみましょう。ニューゲーム。今回はね、日本語訳はなく、翻訳もないです。森の中で。さまよってる中にそこの建屋に行っちゃうのかな。あ、ライトが消えかかってる。あ、赤い髪のサザエさんみたいな。ファンキーサザエ。迷子の。あ、ファンキーサザエだ。ファンキーサザエだ。Some of them failed and died. Some of them turned into crazy and ruthless monsters that are waiting for new souls to devour them. Michael has found this place. Now he has to explore the whole territory and find a way out to stay alive. ああ、モンスターっていうのはこのファンキーサザエなのかな？このファンキーサザエに襲われながら進んでいくゲームなんでしょうかね。とりあえず脱出、捕まってしまったとこからスタートだと思います。さあ始まりました。 Find the Cross。 クロスってなんだ。 You、 はいはい。 Willy is waiting。 351ハテナ、351ハテナ。あ、なんか撮ったぞ。緑、黄色、青、赤で1234って書いてある。 あ、こういうとこ開かないんだな。開かないね。ペニートゥーン、アイヒア。あ、あ、ハンマー取ったよ。あ、緑のがいたな。鍵があるんだ。お、十字架取った。なんだっけ？こっちか？あ、さっきの緑色だ。ちょっと待って。Q って書いてある。なるほどな。なんだっけ？ 3519。なるほどな。違う。3519。あ、いたいた。これハンマーか。暗いな。トントントン。あ、鍵だ。はいはいはい。トン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 いってんな。あ、来た。危ねえ。いるぞ。あ、ライトだ。ライトつけると、ちょっと待って。はいはい、可愛らしいモンスターだ。ベローンってしてる。あ、これな、何だっけ。緑、黄色、青、赤。緑、黄色、青、赤。はいはい。You're good, but be careful. Willy hears you. あ、これトランシーバーあったんだ。ドアが開いてる。Don't think about looking for me and rescuing me. I'm already at the transformation stage, but somewhere in the basement is my girlfriend. If you can find her and rescue her, I'll be very grateful. I haven't seen her in a month. I'm worried about her.彼女を助けなきゃ的なことなのか。はい。ああ、なんか実験室みたいな写真があるな。映像だ。ちょっと待って、なんかいろいろ
映像ビデオを見る何かがあるのか。なんだこれ。 Do not go。 ドアの方に行っちゃダメってこと。あ、あったあったあった。はい、これか。あー、注射を刺すとモンスターになる。可愛らしい絵だね。あ、さっきの緑いモンスターね。あー、足も顔も。あー、これは出てきてないか。あー、縛られてるね。口が二つ。足かわよ。あ、口三つだ。あー、なんかドアの方にモンスター。The end。こっちの方に寄っちゃダメってことか。これ気になるね。おお。スルリスルリ。滑り台か。はい。到着しましたけど、これは？アクション。マネーキンがあって。これ、あ、これなんだ。下があるぞ。エグジット。ああ、なるほどね。ダメなんだ。あ、死亡だ。あ、こっから？なるほど。これと？はてなはてなはてな。ここ鍵かかってる。エグジットはダメなんだね。デッド。あ、これ十字架じゃん。こうか。なんだこれ。ん？あ、上にいた。下は？なんかよくわからんけど。あ、これがサザエさんか。これ、ジャンプ。あ、ジャンプできるんだ。はい。おお。おーって落ちちゃうんだね。さあ、よし、これでね。 OK。 通ってった。はい、よいしょよいしょ。よいしょ。危ねえ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 。ここ遠かったな。あ、なるほどな。終われ終われ。これか。落ちてった。なるほどね。あ、十字架だ。テープもある。十字架どっかにまたつけるのか。これ帰る方が緊張するね。よいしょ。近いか。よいしょ。ほっ。ほっ。よいしょ。よいしょ。近いか。よいしょ、危ねえ。ほい。よいしょ。ほい、ほい。ほい、ほい、ほい。危ねえ。で？ファイヤーだな。でもビデオがあって、ちょっと待って。ライトもあるね。はいはい。でもはめるとこはねえよな。あれ？上のやつ取れてるぞ。こっちは？ああ、あった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 。十字架。あー、で、厄払いじゃないけどできて、テイクザキー。キー取ってないんですよ。
今から落ちてくるってことか。 Find a way out。 あーで真ん中の部屋ね。 The end。 あ、鍵手に入った。どういうこと。もう落ちてきたってこと。かし短かったですね。はい、ライオットオブビリー。一応なんかチャプター1さんの最初にも言ったけど、チャプター1みたいな形で、今見た感じエンディングだと主人公はモンスターに襲われて終わってしまっています。でウィリー博士が作っている人々をねモンスターにしてしまうという実験なんですけど、まだまだ続いているんでしょうね。モンスターはまだそこにいるっていうところで、もしかしたらチャプター2とかチャプター3とかどんどん続いていく細々とした、ホラーゲームなのかもしれないですね。ちなみにこのモンスターズスーンっていうのは全然これクリックできない状態なんだけど、スーンってことはそのうち、できるよう、クリックできるようになるとは思うんだけど、この出てきたモンスターたちがどういう人たちなのかとか、なんかそんなんが出てくるのかな、わかんないですけれども。はい、ということで今回はライオット・オブ・ビリーというね最新作のホラーゲームでした。まあ画質というかグラフィック的にはかなり高グラフィックっていう感じかな。まあまだまだ短いところはあるんだけど、パズル的要素というかね、まあ追われながらっていう部分もあり、アクションもありっていう感じかな。これがチャプターとかね、どんどん続いていくのであれば、またくまくもやっていきたいと思いますんでね、ぜひ皆さんも見ていってください。ということで今回はこの辺で終わりです。皆さん良き夜をお過ごしください。